ますけど、パチンコパチスロモノマネ。思いもせず第一停止フリーズを食らってめっちゃ喜ぶ人。おはようございます、わけびよすけでございます。ちなみにこれモデルがいまして僕です。で、本日お邪魔している店舗さんなんですけれども、デルグランド上横田店さんということで、抑えました機種がシオニ2でございますということで、詳しいことはね打ちながら話そうかなと思うんですけれども、正直言う苦手機種なんで引きがね炸裂するかどうかは分かりませんけれどもね、まあ、これまでプライベートで結構痛い目に遭ってる台なので、その分跳ね返りを期待してねやったろう。それでは本日はデルグランド上横田店さんにてあなたの近くにいきなり陽介。今日のパチンコパチスロクソなぞなぞ、ニキビにバイキンが入ってしまったバナージェリンクスってなんだ。正解は可能性の出来事でした。さあ行きましょう。いやなんかプライベートではねもちろん打ってるんだけど、動画では初めてでございますね。新王子2です。さあ、僕は、動画でやるのは初めてですね。新王子2でございますと、収録の日だと4番取らないとまだまだ厳しい台ではあるんで、おいきなり逆チャンスですね。これ 6.5 号機全般的に言えると思うんだけど、やれるやつが勝つんだよな。だから仮に積もれてたとしても、やっぱ AT 下手なやつ、バッサリゾーン下手なやつは永久に出ないし、逆に一発のバッサリゾーンでもしっかりね V まで持っていけるやつは低設定でも全然吹いちゃうから、まあ正直なんつーの、なかなか難しい、引きが伴わないとしっかり出ないタイプ。まあよくもあいきなりバッサリレベル2以上だっけ、なんかあんだよね。おう、広角広角なんですけど、そういう意味では僕はこの鬼武者という機械はねあんまやれたことがない。ただ台としてはやっぱおもろいんだよね。うちの哲さんがさ新鬼武者の動画を出している。珍しいよねあんだけなんか褒めちぎって打ってる人で、めっちゃ楽しそうだってさ、やれてたしねあの回っていうのがあってですね。お、煽っとる煽っとる。あ、これ来たな。幸先よしお、また幸先よしお、最近よく出てくるけども。で、朝一はあレベル、テーブル最上というところなので、このバッサリゾーンでねしっかり役を引いて上げていこうというわけでございます。まあ、最低緑っすよね。抽選が受けられるというST ゲーム式になってるので、奥まで行けばチャンスですよと。うまいね。結構挟むとさ二角二札になっちゃったりするんだよね。ああ、上段ならいけるってやつでしょ。できれば赤だね。赤だったら最低でも 50% あるから、そこの抽選が受けれると嬉しい。いいですよ。ああうまいうまいうまい、いいですね。リープあと1個。ああ惜しい。ここまで来たら地区まで行かなダメなんですこの台。ああなんぼえっすねー。いやまだ分かんねえ。ああ残念、赤100機ですね。ということで、ここからはあもう出た出た。でもこんなんで折れてたらこの台ダメだからね。弱チャメから刺さったのはねよしとしましょうよ。おノーセンス。おったからおったから、これはさすがにないよな。ああ、わかる。これがねもうねセンスなしですね。まあ、通常時はなんか特に言うこともないけどね。バサリゾーンからしかルートがないので、ただ、鬼武者と通常時に心がけることがございます。この台1000ゲームで天井じゃないですか、ね、で僕みたいなタイプの人間は、まあ、1000とか平気で行くわけですよ。その時に何を心がけるかっていうと、とにかく、15倍ベルを落とす。だからね、天井までなんか3万5000円かかるときとさ、2万8000円ぐらいで行くことがあって、
でこのね15番役を落とす。どうやって落ちるかというと気合で、その気合あるんだったらバッサリそうって当てとけやってなんか考えたら俺初代から苦手だったかもしれないな。でもあの鬼武者ってさ、いくつだっけ、1480天井とかだったのよ初代って。まあハマってからも全然ワンチャンが期待できる台だったわけですよ。で僕一回棒点で1480ハマりきりまして、やっと89番到達したと思ったらね、あっさり単発で終わりまして、で当然さ捨てますよね、捨てますよ。で捨てて次の人がさ何を思ったか着席なさりました。お金代とか打ってもう帰ろうかなって思う時にさ、そのデータカウントなんか2900とかなってて、俺がハマりきってさらにその人もハマりきって、でもその人はおそらくコールーブ ART をつかみ取ってしっかり伸ばしきってってなった時に、あっ考えたらその頃から僕はこの台苦手かもしれない。いいね、ここまでは行くんだよな。こんだけ引いてたら行ってくんないと困るよ。いいね。さあこれでまあほぼほぼガセったことあるけど、おっえっ、すっとったわもう。さあ2回目、弱々の要はですね、だから何回も言ってるけどテーブルには関係ないから本当。いいよ、おい、レア役持ってきてほしいんだけど。おお、チャンス目、電撃チャンスのキャラクターもあるからねこれね。あー残念、動け早期、弱っただ今のところですけど、強烈薬を引いてないのに BZ が2回出てきてるんで、それは別に悪くないんだよな。またこう設定腐らせんの。さあ行きましょう、3回目です。早いね、しかもテーブル的にここはちょっといいのが、あやっぱそうだね、いいね。さあ最低ドライバーにたどり着いた。まだまだ、おいいね、しかもチャンス目、これでね書き換わっちゃえば早いんだけどね。えっ、あるよあるよ、おエクストラゲームあーりん、あーりん、一瞬よ、なんか青字出てるよ。百鬼、お、いったね、あるかもよ。あはは、お、あ、これ強えな、いけるかもな。右へ、オッケー、これいるやだろ、よしよし、さあ残念ながら V まで行ってないから自力でなんとかしてたが、で代表はねロベルトが一番弱いって言ってた。俺逆、俺ロベルト一番強いと思ってるので、ロベルトで行こう。何も起きない、俺はロベルトが強いと思うって言った結果これだよ。あーパパー、結構大事なのがセリフの色とね、カットインの押し合いのところ。あ、いいね、でここで飛んでほしい、飛んだ、いいね、でここでここで押してほしいんだよね、ハーフのハーフ。あぶねあぶね、これで、ね、やっぱ俺のロベルト強い。
俺の中で一番弱いの天海なんで、赤根ちゃんにしよう。はい、あざす。よし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 、安心。さあ困ったな、早期か天海かどっちか選ばなあかんらしい。じゃあまあまあまあ早期かな。俺のチェリーはどこへ行ったんだよ。もうすぐ花見の季節ですよ。桜を見たらって言ってるじゃないですか、あなた。嫌な思い出しか出てこないぞ、このままだと。頼むよ早期、せめて勝ってくれ。どうかな、最速で最短でバトルを繰り返してますね。あ、終わった。はあ、上乗せゼロ、水準ゼロ、継続だけちょっと優秀だったけど、クレジットメダルで生産されてまた100円入れないとできないみたいな。さよなら。さあ、バストゾーン。あーかっかー、よう出てくるねー、ほんとまだ全然わかんないし、当ててないけどさ、裸上だよ今んとこ。あー3枚目だよ、こんな挙動いいのに。我を哀れ見たまえ。俺のところにすぐ来てくれるのはフルフロンタルだけだよ。なんかあの最近配膳ロボってあるやんか。で、まあ、有名なのはさ猫型ロボなんだけど、たまにその猫型になってなくて、あの本当に一つ目のロボがいるんですよ。いきなり緑だね。もう一つ目のロボもうフルフロンタルだ、ね、よ。もう3つこっち来んでこっち来んだって思っちゃうんだよな、レストランで。あ、もったいない。うわ、また強い。これはレベル高い。あー、一番いいやつね。毎回、あ、こうが出てる。毎回こう出てきてますね。はい、ダメー。なんなんマジ、なんなんマジ、ほんと。虎がなぜ強いか分かるか。正解。下パでフラッシュした。 V 出てる。え、いや、リーチベリープレイなのはいいんだけど、直撃みたいになってない？じゃあ5000分の1の直撃抽選に勝手に6だと思ってるけど、じゃあリーチベリーの直撃抽選に当たったってこと。783ゲームで、まあよしとするか。直撃よし。2回目の当たりは23000。助けてくれてるよダイバー。今回はね、やって引けるでしょ。2以上、まあ、あ、もうどうでもいいです何が吸い込んだ分出せるかで。ただ設定的には絶対なんか今まで打ってる鬼めちゃっと違うんですよ。ただ低設定打ってる時よりもやれてないっていう、そんだけなんで、あのしつこく打ってるのいつか出ますから、ちょっとあの粘っこくいきましょうよ。元気出していこう。ボルン新スベ、弱っ。おおお、あ、これいるな。いるんだよな、いるんだけどさ。さあ紫まで行ったんで、バッサリゾーン。おお、しかもハイパーやん。これなんかハイパーになんかから行ったらとかあったよな。6ゲームあったらさすがのね、引き弱の私でも大丈夫でしょう。
むよマジ。ベルがある。腹立ってきた、腹立ってきたからもうこの画面のままリールを止めてくださいとか見せてやろうか。おっ、あそう、まあいいけどね、今俺なんか強制が引いたらもう嫌だわ。さすがにいるな。期待したぜクソタレメ。最後、あーやっとなんかそれっぽくないやつが出てきたね。クソ取れめ。偏るねー、これがな、エティジュニだ。あー、いった、テーブル、よし。よし、やっと一マス抜けた。いいよ、いいですよ、そういうことです。そろそろほんと全然違うな、全然違うのに全然当たってな。おーおお、チャンスめ、いいやもう。よしよし、あー後期止まり。あー、よし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 、これは大丈夫でしょね。まあまあここはいい、ここはいい、次なんだよ。あ、なんか引いてる。あー、もみじったわこれどうなるんだろうね。ワンチャンね、だから これがあと1ゲーム後でよかったんだけどね。ロベルトに近いし、もう今回はさすがに上乗せしましょう。ボーナスも引きましょう。外れんのかな。あー、チャンス目、体いただきました、体いただきました決めたい。さあ今日初の鬼武教、動くな、動くわな
いやでもあのテロリーンってなるだけでワクワクするとやっぱいいね。おーって来た来たよ今日初。しかも残り0からが一番うまいからね。ただ僕リーチ目降格下手です。おっおっ挟んじゃっていい。あ強中。まあまあまあいいっす。これなかったら引けてなかったから。さあ30いただきました。もしかしたらね切れてもいいし。ああおああおめっちゃだる。ああああねえな頼むよ。ああダメか。チャンスアップノーチャンスアップチャンスダウン。ああ次回66パーグラフだけは前回と一緒なような感じだけど今回はでも絶対上だっていう確信がなんか持ててきたんで殴り合います。おうなかなかひどいよ4万円はね。強いね残念。まあでも AT ですね。どうすんだこれ。ウーワンです。楽勝だけでいきたい。うーわ46本偶数セットしただけ46本入って今のところ最高獲得が296枚という最初の AT を未だに超えられない。ずっと100枚から200枚の間でござる。せめてもうちょっと持ち玉になる瞬間がねあればね。無限投資ですね本当。白だったね今。広角にはいるんだなこうやって。さあ広角っぽいところで強チェリー。よし早かった。いやなんかここら辺に V ないと無理なんだけど。マスが進みませんね今日ほんま。ああ久しぶりじゃないお前。さあ、今日チャンス目なんでね。おお重なりました。オッケーオッケー。どうしたどうした急に。ベルあるよこれ。うんベルだよねこれ。どうした覚醒したかこれ。覚醒陽介。あすいません調子乗りました。オッケーオッケー。いいよやっとか。いやいや まだ喜ぶの早い。まだ無理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 だって。ここしかないね今日。頼むなんか奇跡を起これ。行きましょう。下パネとか消えりゃね。滑るか滑らないかどっちだい。ベル。はい、というわけで今日初のボーナスそしてね ST をゲーム数結構取れたので25ゲームもらいまして、そげなし一番いい状態で入れましたね。さあできればね。はい、あっさりボーナス今日初めてだよこれ。
やっぱりいいです。バケ引かないと設定しても見れないからね。うーん、悪くないな。まあ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 、まあ、こっからだからね。さあ緑です。あ、もう何言ってんだ、頭バグってる。よし引き、よし、チャンス目遅し。でもタイくれたわ。弱チャンス目でくれるのあんまないからね。弱チェだったよね、さっきで。強チェや、よし。まあそう簡単ではないな。あれ、あ、そっか、あ、もう割れてんのか。ってことは、40? はい、40ですね。ワンセット分もらった。これで何とかしたい。終わって、ウォーターか。止め、よし。よし。ああ、青文字1回でいい。おっと、まさかの赤文字。うう、おい、ついに300倍出るかも。普通ですね。お、一応入ったよ。押し切れ。あ、ここまでなのか。あれ、こう設定してたんですか。あの、まあね、多分ね、こんな画面とか見たことないですよ、僕も。挙動もね、全然いいなんだけど、さすがに折れちゃう。ちょ、もう一回、もう一回当たるまでやる。こんなことが許されるわけがない。こんないかんと思うやつな。天馬桜ってもうちょっと当たるもんやと思ってるけどな。まあこれ入った瞬間になぜか引かなくなるしね。いただきました、クソったれ。チョコまで上げれば弱者とかでもね、全然あるからね。取れてそう。さすが超高やね。さっきの感じでいいんだからね。もう気楽に、勇気なんで。いいよ、いい、連撃しましょう。まだまだゲーム数ございます。いいよ、オッケーオッケー。やっとやっとですね。なんかやっと普通に弾けるようになった感じがする。赤まで行きたいな。あー、しまった、左から失礼。まあでもね、 OK なんで。えい、さあラスト取っててほしい。残念、100機いったね。素直に100機いったね。グリーンでしたね。薄いね、飛ばなかったね。
あ、終わった。チャンネルを変えたいです。お宝いないチャンネルじゃんこれ。お、続いてる？え？戦記ってことじゃん。ちょちょちょ、戦記でしょこれ。いや、そう、そうならん？いや、当たってんねん。え？当たってるんだけど、また強制が1ゲーム早かった気がする。そんなばっかりですね。さあ、ただ早かったっす、本当に。じゃあもうね、多分 AT 最後になると思うけど、早期に頑張ってもらおう。初めて100ゲーム以内、100ゲーム超えとるやないか。ああいうタイミングで強制が2回も振ってくる日は本当ダメだよね。一度ならずだからな。頼んだぞ。今日1回も早期勝ってない気がするんだよな。お、一目、はい、つながった。何も起きないね、本当に。まあそりゃさ、何か引かないと起きないのはそりゃそうなんだけど、よし。今日後乗せにめっちゃ回るね。ボナ欲しい、ボナ欲しい。そろそろなさそう、気のせいばっかり。鬼無教ドン。まあ30よね。さあバトルですね。いい、どっちかが青ならチャンス。オッケー、大丈夫大丈夫大丈夫、さすがに大丈夫。よし、命からがらでござる。300超えました。素晴らしい最高記録。長かった。さあ今日の見どころがバトルしかございません。うーん、あー、ここまでなのかー。あばよおおおおお、あれ、これ継続位置やっぱ持ってんじゃないの。やっぱ戦記やった疑惑、あの詳しい方書いてくださいコメントに。でだったらもっと生かさなあかんねんけど。ちょっと無駄かもしんないけどタバコ行こう。いい、もうなんか全体未聞ですよ。300枚しか取れてないのに休憩行こうって言ったの。もちろんね、さっき休憩したけどさ、今続くことを祈って20ゲーム後に終わってる可能性あるもんな。おっ、おっ、チャンスだよー。さあ、じゃあね、よしよしよし、切れろ切れろ切れろ。おっと、とったー、やっとかよい。530、まあ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 、まあ、よしよしよし。おお、休んでよかったですね。やっぱロベルトが一番やる男だわ。ついた。言ってもいいっすか、反逆ののろしが上がったな。おっ、来たー、チャンス目。オッケーオッケー、いいいいいい、
なんか出たで、子役引いてたのかな。レインボー、おー強いよ。あー着地あーでも弾くれた、広角にいそうだね。なぜ30分の1が引けないのにそっちを引くかで、うわーやったー。あーでもいい流れは、やっとなんかちょっと風向きが出たかもしれない。さあなんとかね、100乗っけて今から後乗せ、鬼武将、鬼武教。20出始めりゃそこそこ早いんだけどね、やっぱ。ただちょっと今日は出始めるまでにお金が入りすぎましたね。さあ継続バトル、これどうなるんだい、頼むぞロベルト。よし赤、あおしよ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 し、さあお初は何事もなくバトルでございます。してしまうのか、あーセリフ弱い、あーダッポで苦しいかさすがに。あーこんなところで、あーないか、残念。まあでも最後にね固まって取れてよかったね。一番さり一番さり、ああいそう。さあ泣き伸ばしサリソン、まあ、テーブルは通常通りですね。行きましょう。いやいやいや大丈夫ですから大丈夫ですから。バルブレイブが今日5000枚ね、まあちょっとね、なんていうのかな、そんなにめっちゃ稼働してるわけではないんですけど、なんとなくやっぱ 6.5 号機とか寝台に力が入ってんじゃねえのという気はちょっとしておりますと。例えばね、これ絶対いいやつだね、うん、綺麗に出てるし、横の養女戦記もずっと粘られてると。でこっちのアリアとかもね、非常に高設定っぽい分かりやすいグラフになっちゃってると。で、戦国武装3はこれ一撃やけどすげえな。アイスボーンここで撃てばよかった。フターが持ってらっしゃいますね。バイオセブンめっちゃいいね。こんな出ますか。で角の盾の勇者も、ね、箱持ってます。というわけでですね、お客さんがついているところ、粘られているところにね、ちゃんとしっかりと出玉、そして設定入ってそうだったので、で、僕の台もあ下ではさすがにないと思うんですけどね、残念ながらね今日はやれなかったということで。店は悪くない。お疲れ様でした。お疲れちゃん。疲れたよ。収支がですね、入ったね今日もね、63K で回収が437枚だったので普通に大敗です。うん、あーでもなんかね、噂に聞いてた挙動したんですよ。高額に上がる、そしてバッサリゾーンのテーブルが良い、これは今日はさすがに積もったかと思ったんですけれどもですね、残念ながらアームがお休み中でした。ということで非常に残念な結果になったんですけど、でも考え方を変えてみようか。考え方を変えると、あの台の通常時って諭吉のバッサリゾーンなんですよね。そこはめっちゃうまかったんですよ、褒めてほしい。はあ、ということでね、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。わかるこれ
これね、ビーチベ広角ボタンって言うんですね。横にさ、チャンネル登録っていうボタンがあると思うんですけど、そのチャンネル登録ボタンを押すと、そのバサッってなるからね、これはもうパチスロも出るしかないということでね、ぜひともチャンネル登録といいねお待ちしておりますということで、今日は締めさせていただこうかなと思います。最後までありがとう、また見てね。あー久しぶりだ、こんな何もできなかったの。89% ループの ART があっさり単発で終わりまして、考えたらその頃から僕はこの台苦手かもしれないと。